この燃料になるウラン235は天然のウラン鉱石の黄色い部分の中のわずか 0.7% だけです。あとは核分裂を起こしにくい238なので、235の比率を多くするために 0.7% を 2% に濃縮して使います。この原子炉は沸騰水型です。炉の中には軽水といわれる普通の真水が満たされており、この中に燃料集合体が収められています。この原子炉は約3メートルの厚さのコンクリートで遮蔽されています。この燃料集合体の間を通る軽水は原子核反応によって熱せられて蒸気となり、この蒸気は気水分離器で水分が取り除かれ、タービンに送り込まれ発電機を回して電気を起こします。タービン発電機を回転させた蒸気は副水器で冷却され、水となって再び原子炉内に送られます。